今日もやっていきましょうか。まあもうあれやね、ホームキャッチも子供を作るのも全部ガンガンやっていかないといかないね。そうしないとここは開かない。ホームキャッチができていないのが2箇所、W の26、こいつな。ただこの間見つけた謎の仕様、ウサギが2匹合体していてもホームキャッチの判定が残るケースというものがあったんで、それを使うとこの2人が、檻はあるんだけどね。ここと S の21。この二人がなんで捕まえられてないんだっけ？ここは上と開通するのでよくわからないか。S の21もう一回見てみますか。こっちの方が あんまり考えることはなさそうな食感。2匹ともだよね。2匹ともホームキャッチができれば良い。これさ、いや関係ないか。右側の空間ってなんか使うのかな。右側の空間何なんだ。そこ使って下に降りたってこと やったっけ。上に行かないからね君たちは。ここでも左に行くだろうし、上のフロアに行って下に戻ってきた時に、いやそんな感じの空間でもないか。壊せる壁は上下連結しているのでそれ以外の空間を壊すのはできない。ここにわざわざ炎が置いてあるんだよね。二人組に これはどっち？ダメ。今のはなぜダメだったかというと、二人組になったとことによってここの道が通れないと判断したのでフラグがオフになったのか。二人組が作られても逃げ場を見つけていないという判定になってさえいれば大丈夫なわけで、
も下で作るとダメか。ダメだよね。これも二人とも下に行こうとしちゃうから。うん。上から降りてきてもそんなメリットはない。っていうか上から降りてこれる場所がないので上は考えない。この外側から来るだとちょっともう手に負えないけど、上と連結する、上にいる上のエリアから別のウサギを持ってきて、これだと上行くもんな。ほら、行き止まりになってへん。なんやろな、なんか二人組を作ってもうまく、その二人が動いてくれるだけの場所って言ったら、この辺っぽいんだけどね。この場所に2人組を作って上に誘導してここでキャッチするっていう方法が取れたらいいわけだから、ここにウサギ2匹を合体させるんだけど、こっちに逃げられないようにしたいよねみたいなことを求められてるんだけどな。それはそっち行っちゃうし、これもダメだもんね。これ檻と穴だったら穴に行くっていうのは、穴の方がこいつらはまだ逃げ延びる確率が高いっていうふうに判断するからなのかな。檻だともうアウトだけどね。この辺の道も二人組しなくてもいいっつうのもあるっちゃあるんだけどね、別に。単純に一人ずつ捕まえることもできないんだっけ？それはやってるよな、だってできたら。二人組で穴を壊すって可能だったんだよね。あれちょっと待って、ここの左側に壁壊して進むってなんかやったことあったっけ。ちょっと話それるけど、
いや、これは穴行くか？だよね。この二人組が、わかんない。これセーフなのかな？これわかんないな。俺の中ではアウトだと思ってんだよね、これ。下に回すと当然アウトだよね。これはもう、このびっくりマーク出たらアウトなのかな？この状態で捕まえるのはまだセーフだと思う。左に持ってくとそのまま向こう行っちゃうでしょう。これも穴行くよね。一匹だけこっから外に出すみたいな行動がなんか意味あるかな。一匹外に出して戻して。この状態であってもやはり穴に行くのは分かってるからね。穴を行き止まりにして檻を使おうとすると穴に逃げるっていうのが発生しているので、もしくはこの二人組をまた違うところに突っ込んでそこを破壊させる。例えば このブロックを壊すとかそこのブロックを壊すみたいなことをやらせたことによって何かあるのかと。
空間が広がるだけのように見えるから意味なさそうなんだよな。まあ、やるだけならやってみてもいいけど。ここに入れるには、これ二人組にならない方が嬉しいんだよな。一旦ここに誘導して、そっちじゃないな、逆か。真ん中の通路に誘導する方法がわからん。ダメだよね。これはセーフなんだよ、多分。穴があるけど直進するというウサギの本来の性質で動いているのでセーフで、この後このウサギはこの穴に入ろうと絶対するからしないんだっけ。これこの状態で俺こっちに来たらこれしないんだっけ。まっすぐ行かないのよ、罪。わかんない。わかんねえ。あと、ここ壊すっていう手段もあるけど。
それを壊しに行くのもむずいかな。いや、そうでもないか。この真ん中の空間に入れるのがめんどくさい。これはそっちを見ちゃうのか。そうだよね。だってそれ行き止まりだもんね。入らないよね、普通。そこが行き止まりになっているっていう空間じゃないと入んないんだよな。こうなんだよね。そこに誘導することはもうできないだろう。いやー、上に逃げちゃうな。ダメでしょう。ちょっとこれギブだな。ギブ。答え見ます。なるほどね。ここを壊すっていう行動には間違いはなかった。だけどその先がさらに2手先を行ってた。まずこれを壊させないといけないよ。だけど壊すときにスコップを使っちゃいけない。作業誘導した状態が欲しい。合体はされちゃいけない。あそこ開けてると逃げんじゃねえの。ちょっと一旦こうしてここに穴を開ける。戻る。そうするとこの空間が空いているので、あの二人合体する。
違うな、うまくできてない。で、じゃない方も。しちゃった。じゃああとは解けてないのがダブルの26。お前な、お前なんだよね。二人組作ってでもいいよねっていうところが、このステージは上が上から穴を開けるのはない。上のこっちのエリアとなんかやろうねみたいなことは一旦やってたんだよね。うまくいかなかったけど、このステージってさ、こことここにウサギがいて俺がこう来た場合って、いや動かないか、こっちとこっちで同時に動き出した時にウサギはどこに行くのかなとか思ったけど、そもそも動かないか。なんでこのステージにスコップがあるんですかっていうと、右上以外で使う場所ってあの人参なんだよな。あの人参のある場所に穴を開けることができるよねみたいなことをなんか言ってると思うんだけど、ウサギを誘導す、うまく誘導するとあの場所で2匹のウサギが合体するよみたいな。こと言ってんじゃねえかな。でも、マス数がおかしいか。こことここだとしても、1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6。足りないね。タイミングがおかしいはず。か、なんか、一マスずれてても、爆発してくれるのかどうかは謎だ。まあ、とにかく、そもそも、こことここは、ウサギがトリガーにならない。ウサギを2匹使って壁を破壊してもいいよねっていうものを使うとしたら、上のエリアとか、まあ、こっから下のエリアにはここの壁を2人が壊してくれれば進められるので、ここにウサギをはめる方法ってむずいのかもね。むずい気がするな。できそうでできないね。このステージは、ここ単体でできるかどうかだけでもいいから、なんかヒントをもらってこよう。ダブルの26は、
壁を壊す必要があるらしい。壁を壊す必要があるらしいな。ゴールはここっぽいんだよね。ここを持ってくる。そこに誘導するためには、人参が不可欠だよねってことなんで、人参のある場所を破壊してくる必要が最初に必要であったから、人参が壊せるようなセッティングをする。で、それをするには、さっき私が言ってたことが実はあってて、二人を合流させるっていうので合ってる。二人をそこに誘導してこう。ここのね、この柵を置くことで、ここが一マスウサギが動いてくれるっていうのがどうしても毎回頭から漏れちゃうね。ちょっと待って、キャッチはしといてもいいのか。で、それはそれで開いたよ。ちょっと待って、これを開けたという状態をこれで保存するんだ。こんなテクニックを今まで知らなかったんだな。で、人参取り、ここをゴールとして、こっちの子はもうどうでもいい。そっちの子をこっちに誘導したいので、こっちに持ってきて、そのまま下に、檻が置いてない。これで良い。これで取れたので、全部取れたかなを確認しよう。C の27。取れてるっぽいね。あとはじゃあ子供をガンガン作っていくっていうのを次回からやっていきましょう。で、まあ、こんな感じなんで、ちょっともう自力で発掘するには途方もない時間がかかるので、動画を撮ってるという都合もあり、こっからはヒントありで進めていこうと思います。これが、あれなのかな、本当に取得できるすべてのウサギを作らないといけないっていう意味だとしたら、本当に一つも漏らしちゃいけないから、公式ディスコードにある、ウサギの取得全子供リストっていうものを手に入れているので、それを見ながら、あ、このウサギをこっちに誘導すればいいんだなっていうヒントをもらって、で、そのやり方は自分で考えていくっていう方法をこの後、しばらく取っていきたいなと思います。今回はね、最後の2つのステージ、どっちも答えを見ちゃったっていうあれでしたけど、いやー、まあむずいね。やっぱり一つのエリア内で完結しないときに、どのエリアが関係するのかっていうところを考え出すと、相当このゲーム難しい。あと、それ以上に自分の中でネックになってるのは、ウサギが2匹合体してるときなのに、ホームの判定が継続していたりするときとか、ウサギがなんか穴蔵の先に進んだり進まなかったりする場合、この前の前の前ぐらいのパートで言ってたよね。
穴の目の前が行き止まりなのに、その行き止まりに向かって突き進むことがあるっていう習性のあたりが、俺が未だにその2つのアルゴリズムを読み解けていないので、それを使うよねと言われたらもうわからん。ただ、まあ、今後はそのホームキャッチ判定とかはもう一切無視していいわけなので、そういう意味だととにかくウサギが動けばいいっていう意味だ。気楽なのかもね。あっちこっちのエリアにいるウサギをひたすら合成させまくればいいわけなので、なんかもらえるかな。特になし。この状態でどういう表記になるんだ。ウサギを全部捕まえてる状況って。バグエリアのウサギはちょっとわかんないな。こいつらってトータルの数に入ってないんだよね、多分。まだ捕まえてないウサギいたような気がするから。子供が今171。あのグラフを見るに4倍ぐらいは普通にいそうなので。まあ、多分全部捕まえるんだろうな。いや、頑張りましょう。お疲れ様でした。